どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りしますバンドリー。はい、というわけでね、もうすぐ7月になりますので、早速7月のガルパの確認、そして予想をしていこうと思います。まずはですね、アーティストタイアップ第6弾ですね。モルフォニカとファナの佐藤純一さんによるアーティストタイアップなんですけれども、まあ、こちらがですね、まだ正式にね、実装日は発表されていないんですけれども、まあ、7月コラボのような大きなね、イベントことがないので、おそらく7月のどこかで実装されるかもしれません。続いて7月の誕生日キャラでございます。今月はちょっと多いんですね。まずは7月3日、もうすぐですね、宇田川あこ姫の誕生日でございます。その後はちょっと時間が空きまして、7月14日ガルパの顔でもあります富山かすみちゃんが、誕生日になっております。その後すぐですね、7月17日ロックちゃんが誕生日、そして、7月の終わりを迎えます7月30日は北沢はぐみちゃんの誕生日となっています。そして7月の限定復刻ガチャでございます。今月一つあるんですね。あの返金騒動でちょっとね、騒ぎとなりましたサンサントロピカルサンフラワーガチャでございますね。星4に青葉もかちゃんと鶴巻心、星2牛込みりみちゃんがいるよというガチャになっているんですけれども、まあ、最近復刻がですね、中旬ぐらいに復刻されていますので、7月の中旬頃にこのガチャも復刻されるのではないかと予想しています。続いて7月のイベント予想でございます。今月はこのようになるのではないかと予想しております。まあ、もう間もなく開催されますロゼリアとアフターグロの混合イベント、それが終わりましたら7月11日からはポピパの箱イベで、そのイベントが終わりましたら7月21日頃にロゼリアの箱イベ、そして7月末にモルフォニカの箱イベが開催されるのではないかと自分は予想しています。結局6月に開催されることがなかったモルフォニカの箱イベなので、7月はほぼ 100% モルフォニカの箱イベが開催されることが予想されます。まあ、正直いつ開催されてもおかしくはないんですけれども、未だに箱イベで限定が実装されてない唯一のバンドモルフォニカ、まあ、次回のキラフェスでモニカ枠もないと考えると、7月末の水着限定でモルフォニカが実装されるのではないかと予想しています。またポピパの箱イベ開催の可能性もかなり高いです。前回の開催が7月だったことに加えて、11月が星4最後だった牛込りみちゃんの存在が非常に大きく、さすがに7月に実装されるのではないかと睨んでいます。同じく前回の開催が7月だったロゼリアの箱イベ開催も7月に開催されるのではないかと考えています。ただもう一つ気になるバンドがありまして、それがラスなんですよ。前回の開催が通り部コラボの5月と期間は浅いんですけれども、パレオちゃんやマスキ姉さん、ロックちゃんの3人も星4期間が長くなったキャラクターが非常に多いため、ロゼリアに代わってラスが開催される可能性もあるのではと予想もしています。そして最後は皆さん大好き新規星4予想でございます。まあ、今月誰が星4になるのか、また期待度マックス星5で予想していこうと思うんですけれども、本来であればですね、まあ、キラフェス限定も誰になるのか一緒に予想していこうと思っていたんですが、数日前にこちらは動画で出したばかりなので、今回はイベントの星4だけ予想していこうと思います。まずは期待度星3のキャラクター、富山かすみちゃん、宇田川あこちゃん、マスキネさん、ロックちゃんの4人ですね。一応次回の箱イベで星4候補の富山かすみちゃんなんですが、昨年の3連続箱イベで星4があったり、他のメンバーの方が可能性が高いため期待度は若干低めにしております。同じく宇田川子ちゃんも現在箱イベで星4が2回連続で実装されているため期待度はちょっと低めになっています。ちなみにちょうど期待度星3のキャラクターが来月誕生日になるキャラクターばっかりなんですけれども、今月誕生日だから星4なんて出ないでしょという考えの人はですね、その発想非常に危険なので捨てといた方がいいです。あとマスキ姉さんとロックちゃんは謎のレイチ中2連続実装によって最近箱イベでの星4がほとんどありません。特にロックちゃんは最後の箱イベの星4が昨年の2月と考えると、これはもうね、実装されてもおかしくはないと思います。続いて期待度星4のキャラクター、花園太ちゃん、氷川さよさん、今井梨沙ちゃん、パレオちゃんの4人です。やはり花園太ちゃんは次回のポピパの箱イベでの星4候補になってきます。また3勝以降箱イベで星4になっていない氷川さよさん、最近彼女が主軸のストーリーもないことから、次回の箱イベではさよさんが主軸になるのではないかと予想しています。また今井梨沙ちゃんも、まあ、前回4月に出たばかりではあるんですけれども、他のメンバーが割と直近でね、実装されているばかりなので、まあ、消去法ではあるんですが、今井梨沙ちゃんも次回の箱イベの星4候補にしています。そしてもしラスの箱イベがあれば、パレオちゃんもロックちゃんと並んで星4最有力候補です。まあ、彼女も最後が1月末だったと考えると、まあ、パレオちゃんもそろそろ実装と考えた方がいいでしょう。そして期待度マックス星5のキャラクターです。市ヶ谷有沙、広町七海、双葉つくしの3人です。
2月が星音最後の双葉つくしちゃんはモニカの箱ゆべの星音候補です。もしかするとつくしバナーの可能性もあるのではないかなと思ってます。あと広町ななみちゃんもモニカの箱ゆべでは2回連続で星音になっておらず、前回の星音が3月と考えると双葉つくしちゃんと同じで次回のモニカの箱ゆべで星音最有力候補になると思います。そして市貝ありさちゃんも3勝以降の箱ゆべで星音が登場しておらず、次回の箱ゆべで星音になる可能性が濃厚です。そして今月は期待度マックス星5を飛び抜けたキャラクターがいます。牛込めりみちゃんですね。まあ彼女は絶対今月星4になります。